オーバーアサガオ、異名で、銀葉アサガオは、鶴が昇る多年生植物で、インドは大陸原産だが、ハワイ、アフリカ、カリブ地方多くの地域に持ち込まれている。新習的だが、美的価値からよく珍重される。一般名には、ハワイアンベイビーウッドローズ、エレファントクリーパー、ウーリーモーニンググローリーといった呼称もある。二つの編種があり。 アージリア・ネルボサバリエーション、ネルボサは、本記事にて、主に説明し、アージリア・ネルボサバリエーション、スペキオサは、アーユルベーダの薬に用いられ、抗精神作用はないか告発かである。アーユルベーダの医学書、チャラカ・サンヒターでは、サンスクリット語で、アドオグダーと呼ばれる。オーバー・サガオの種は、リゼルグ酸アミドのような、様々なエルゴリンアルカロイドを含む。研究によれば、 リゼルグ酸アミドの立体異性体は、種の中に乾燥重量の0.325%の濃度にて、含まれている。アーユルベーダの医学書、チャラカサンヒターでは、サンスクリット語で、アドーグダーと呼ばれる。根が有用な16種の薬用植物の一つに挙げられている。またアーユルベーダでは、ビダラと呼ばれる。オーバーアサガオには、幻覚性の特性があるが20世紀半ばまで。 認識されていなかった。リベアコリボサやソライロアサガオのような、ヒルガオカのいくつかの親類は、何、世紀にもわたり、ラテンアメリカでシャーマニックな儀式にて利用されてきた。オーバーアサガオには、この目的における伝統的な利用における記録ない。1965年までには、オーバーアサガオは、それらの親類の中でも種子に含まれる、リゼルグ酸アミドは3倍と最高の濃度であることが、 分かった。1992年には、アメリカ大陸に厳生する雑草のエイクン・ラザーム、ラバステムが最も含有量が高いとされている。アージャイラサイド、アーガーイナスト -5EN-11 オキソ -3β オルアルファディ・グルコピラノーシド、オーバーサガオの種子は、多くの化学的化合物を含んでいる。配当体のアージャイラサイドは、オーバーサガオに、 特有のステロイド配当体である。比率の不明なエルゴリンアルカロイドには、アグロクラビン、カノクラビン2、フェスツクラビン、リセルゲン、リゼルゴール、イソリゼルゴール、セトクラビン、イソセトクラビンがある。オーバーアサガオの種子、メートル法の定規とともに、多くの国で、その種子の販売、発芽は合法である。国によっては摂取する目的で種子を買うことは、違法である。 可能性があり、いくつかの国では、種子は違法である。海洋モデルマウスの動物実験では、リジリア・ネルボサバリエーション、スペキオサの葉の抽出物は大量投与では、容量依存的に、公海洋作用があり、海洋を直した。オーバーサガオの根の抽出物を、オスのマウスに投与した場合、マウンティングと交尾の活動が増加し、美薬作用を示した。 オスのマウスに投与した場合、オーバーアサガオの花の抽出物は根の抽出物と同程度の微薬作用を示した。ありがとうございます。